千年木、千年草、t は学名をコルジリネフリュータコザとする、竜絶卵化千年木属に属する植物。背の高い凶木で広い葉、t リーフを有する。カタカナでコルジリネあるいはコルジリネ、漢字では千年木と表記されることもある。葉はハワイのフラの踊り手のスカートなどに使われている。常緑性であり、園芸品種の場合、受講は、 最大で2メートル程度。品種にもよるが、新葉は鮮やかな赤色や黄色を帯び、葉が古くなると暗色に落ち着いてくる。ドラセナ属と混同されることがあるが、地下部に多肉質の根茎があるのが千年木の特徴である。原産地は中国南部からオーストラリア北部に広がっており、寒さには比較的弱い。観葉植物としても流通している。 園芸品種としてよく知られているものを以下に挙げる。炭素病に感染する例が見つかっており、感染した葉は園芸に黒ずんで枯れる。千年木はハワイ語ではキー、またはラーイーと呼ばれ。もともとはパプアニューギニア、ポリネシアなどの南洋諸島の原産で、ハワイ諸島にはポリネシアからの移民によってもたらされたと考えられている。千年木の地下茎は少し甘く、 食用に供され、ハワラウラウなどの料理にも使われ、カヌーの綱、衣服としても利用されて、ハワイのフラの踊り手のスカートにも使われている。古代ハワイでは、千年僕は神聖のものと考えられていて、その葉を笹の葉の大きさに切って整えてから編んだ例は、カフナ、アリー階級のみに許されていた。AB コルジリネフリュータコザトラーピコス、ヨネクラコウジ、カジタタダシ。 bg プランツワ名学名インデックス http コロンスラッシュスラッシュ ylist.info abc コルジリネの基本情報みんなの趣味の園芸 NHK 出版2020年1月31日閲覧夏季病害図鑑野菜夏季研究部門コルジリネ国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構 2020年1月31日へ閲覧。近藤住を、フラの花100杯で出会う、祈りの植物平凡社2012年、82から3ページ。978から4から582542479、キー、ティー、ハワイの花、植物、野鳥図鑑、ティーリーフ。ありがとうございます。